この小屋で泊まった。中を見てみよう。鍵がかかってる。誰かいないか。くそ。危害は加えない。開けてくれ。隠れ家を吹き飛ばしたくせに。お前は誰だ。何の用だ。俺はゲラルトだ。お前は。歌に出てくるやつだな。恋人の女魔術師と、なんて名前だったっけ。黙れよ。女魔術師の名前はベンガーバーグのイエネファーだ。ああそうだ。瞳はひらめく稲妻、心はいてついた氷山。続きは何だっけ。母ちゃんのひげにかけて。みんな落ち着け。おい、扉の外のあんた、ゲラルトって言ったか。ああ、ゲラルトだ。いいか、ゲラルト、大事なことだけ話すぞ。船が難破して命からがら流れ着いたか。何人かは海の怪物に食われ、生き残った仲間とここに隠れてる。この島もご多分に漏れず怪物だらけだ。そんな塩梅じゃ疑り深くなるのもわかるだろう。普通ならお前たちがこんな島へ来るはずがない。おいおい、船が難破する時点で普通じゃないだろう。そういう意味で聞いてるんじゃないだろう。よし、俺が話すよ。少し前にスケリッジを出発して船でドビグラトに向かったんだ。フェレンクが隠された財宝のありかを知ってるっていう魔法のホタルを買ったのさ。こうして話してても仕方ない。取引をしないか。悪魔なんじゃないのか。俺たちを騙すつもりだぞ。悪魔じゃない。怖がらなくていい。それを証明してやろう。一体どうなる。お前たちの仲間を探してくれば俺が味方だと信じるか。ああ、だがそう簡単には見つからないぞ。いなくなったのは何人だ。アイボ、ギャスパール、フェレンクの3人だ。アイボはどこにいそうだ。奴は東の洞窟を探検すると言って聞かなかったんだ。ぶん殴ってでも止めようとしたが結局言っちまった。ギャスパールはどの辺にいる。奴はただじっと救助を待つのは負け犬だ。自分だけでも行動を起こすとは言っていた。沖の方にランタンの明かりが見えたから島で一番高い山に登って船を探すと言っていたよ。フェレンクはどこへ行った。西へ向かった。流れ着いた船を探すと言ってたよ。フェレンクは器用なやつだ。船を修理して海に出るつもりだったんだ。分かった。3人を探してみる。では後で。話の分かるやつでよかった。you
仲間から話は聞いた。降りてこい。よし、行くぞ。俺はついてるな。一つだけ心残りがあるんだ。それは死んだか。クソ。不明のドワーフの一人だな。おい、起きろ。寝床へ戻れ、ニブルズ。起きろ。誰だ、お前は。ゲラルトだ。お前たちは、何なんだ。ラベニク組合だ。不動産の査定、保険、催し物の運営を受け合ってる。ギャスパール・シュターだ。寝ぼすけと呼ばれてる。あの嵐の中でも寝てたぐらいだ。たくさん死んだよ。この辺りで灰色の髪の娘を見なかったか。ここで、いや、一度も。まあ、寝てる間にあったことはちょっとわからないが。仲間に探すよう頼まれた。フェレンクとアイボもな。アイボが何かに追われてるところを見たし、フェレンクの恐ろしい叫び声も聞いた。怪物の声もした。二人は生きちゃいないだろうな。
小屋まで戻ろう。安全に送り届けてやる。二人のことは残念だが、何もできないしな。行こう。ただ気をつけてくれ。眠り癖があるから。そのわかってる。寝そうになったら起こしてやる。じゃあ急ごう。遠くなってきた。もうすまん。起きろ。学校行きたくないよ。この島には詳しいのか？ほとんど知らん。どの地図にも載ってないんだ。魔法がかけられた島にはよくある話だ。ここは魔法の島なのかい？ああ、間違いない。なんか、眠くないね。おい、起きろ。よせよ、鈍るぞ、いたずらね。それで、どうしてこんな妙な場所に来たんだ？人探しだ。ここに？奇遇にもこの島に行き着いた。仲間を連れてきたぞ。本当か？声を聞かせてくれ。起きろ。起きてるさ。ジャスパール、下がってろ。今扉を開ける。ジャスパール、こいつめ、ぼんやりするなよ。ぼんやりなんか、ちょっと眠いだけさ。他の仲間は？一人は怪物の巣のそばで見つけたが、すでに亡くなっていた。一人は崖から落ちるところを見た。残念だが。くそ、ラベネックから世話を頼まれてたのに、あいつの老いなんだ。助けてくれてありがとう。その、疑って悪かった。だけ、最悪だな。これからどうすりゃいい？小舟があるから乗せてやろう。だがその前に人を探さないと。灰色の髪の娘か？そうだ。ああ、気の毒に。どういう意味だ？冷たくなってた。命が消えてた。我々が見つける直前に死んだんだろう。小舟のそばで待とう。